秋に突入したということで、夏もやったんですけど、フレンチガーリーの夏服購入品に続いて秋冬のフレンチガーリーの購入品を一つずつ紹介していこうかと思います。それでは早速どうぞ。はい、早速やっていきます。まあフレンチガーリーといえばフーリー、フーリーといえばエピヌ。はい、今日もエピヌから紹介していこうかと思います。大好きエピヌで、エピヌもたくさん購入してきたんですけど、これはエピヌの展示会で購入したものを紹介していきます。ではまず、もう今日早速着ているんですけど、こちら、これはエピヌのセットアップになります。今着てます、こんな感じ。これのセットアップがですね、 Eボタンライスカラーニットカーディガンとショートパンツになります。サイズが S と M があって、リサは S サイズを購入してます。で、上が18,800円で、下がパンツが8,980円のセットアップになります。これは別々で売ってるんですけど、もともとなんかマネキンが着てたのがセットアップで着てたので、もうセットアップ大好きと思って買いました。でもこれが本当に可愛いポイントがですね、もうエピヌ愛が止まらなくて、もう付き合ってほしいんですけども、このボタン、この E ボタン、名前にあると思う、ある通り E ボタンっていう名前、 E ボタンニットカーディガンって言って、この風にエピヌの E っていうのが、このボタンがこことここについてるんですけど、それに全部書いてあって、もうそれが秋冬のエピヌ優勝でございますっていう感じで、もう大好きなエピヌです。でこれも一回もインスタに載ってると思うんですけど、こんな感じで秋はシースルーの靴下とかを履いちゃったりして、冬になってくるとこれにロングブーツを合わせてコートとかで着たら全然寒くなくて、でも結構厚手なので、しかもニットで、これも冬もいけちゃう感じの商品になると思います。でこれはカーディガンで、ここを開けてワンピースの上に羽織るのもいいのかなと思って、かわいいって感じです。仕事で出かけなきゃいけないのに、ちょっとパッパパッパ行きたいんですけど、ちゃんと紹介していきますね。はい、次もエピヌからやっていきます。こちら E ボーダーで、まずここの普通のハイネックタートルネックのニットじゃなくて、ここに E って書いてあって、この E っていう文字がって言って、これ一回着てみたんですけど、なんかここタートルネックって結構締め付けられるイメージがあるんですけど、これは結構ゆったりとした感じに着れるタートルネックで、ちゃんとなんて言うんだろう、裏も気持ちよくって、なんか今の時期は今、9月下旬ぐらいなんですけど、ちょっと暑いくらいだったので、まあ、冬とかだったらちょうどいいのかなって思っちゃうくらい、あったかいニットのボーダーのニット買いました。で普通のなんか白、去年から白のタートルネックをなんか出すっていうのが流行ったと思うんですけど、これもそんな感じで、スウェットの下とかにこの首だけ出すっていうのも、ここ文字も見えるし、このボーダーのやつも持ってなかったので、白と黒は定番だったんですけど、ボーダーっていうのを持ってなかったので買いました。かわいいボーダー、ボーダー大好き。続きましてエピヌはこっち、パンツ、これもニットのパンツになるんですけど、これも S サイズを買いましたですね。と去年からこういうなピタッとしたパンツが欲しいなと思ってたんですけど、なんかゲットできてなかったので、今回も展示会であったので買ってみました。でこれも履いてる画像があると思うので、インスタの方の写真を載せておきます。ペペペペ、はい。で続きましてエピヌアラストです。はい、こちらですね、本当に可愛いんです。本当に可愛くてどうしようもないくらい可愛いんです。ワンピースを買いました。ジャガードバルーンワンピースで、サイズが S、M あって11,880円になります。でリサは S サイズを買いました。こちらです。
で、これの可愛いポイントが、リサがいつも着ているあのバルーンスカートがあるじゃないですか。そのバルーンスカートがまずこちらのワンピースに入ってるんですね。こんな風に、こんな風にバルーンになっていまして、うん、可愛いじゃないですか。して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 、ここ、ここポイントです。で、ここ、なんて言うんですか、この、このリサパフも好きなんです。このパフ、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 なんて言うんですか、夏にも流行った感じ、このパフってなってる感じがこちらにも入っていて、この何ツンってしてるとこがまた可愛いポイントとなっております。はい、でここがキュッてなってるとこ、ここもなってるんですけど、なってまして、してですね、こちら黒色お花柄になっております。見て、お花柄だよ。このさりげない感じのお花柄、普通の黒いワンピースではなくて、このお花柄が入っているっていうことで興奮が収まらないんですけど、で着た感じが S サイズでこんな感じになります。ね、待って、ね、バルーンスカートのいいところ分かる？足が細く見えるの。ちょっと本当に申し訳ないんだけど、このこういう感じで、え、ここスクショしてみんな、可愛くない？これだけでも、こういうなんかさ、スカート足だけでもさ、なんかインスタに投稿できちゃうような感じ、もう可愛くてしょうがないんだけど、これを着てなんか早くホテルに泊まりたいです誕生日はこれを着てホテルに泊まりたいです。あのリサが好きそうな、なんて第一ホテルとか大理石のお風呂があるホテルとかあるじゃないですか。そこに泊まりたい。ディズニーホテルでもいい。そこでバースデーケーキを持ちながら写真を撮りたいですこれを着てっていう、あの楽しみがあります。まあ予定ないんですけどって言うんです。はぁ、かわいい。こちらでエピヌの紹介は終わりになります。で、気づいたと思うんですけど、エピヌだと白と黒しか買ってなくて、で、またあとリサはまだ届いてないんですけど、コートを買ったんですよ。コートは白を買ったかな、白を買った気がします。それがまたまた後で届くんですけど、今回は白と黒が多いと思うんです。夏に黒は買ってなかったと思うんですけど、今回は秋冬なので、まあなんかやっぱり季節で色が変わってくんだなって感じましたもう終わる感じですけど全然終わりません。じゃあとりあえず靴、こちらメリージェニーの靴になります。で、リサは M サイズ。リサは、身長が158センチの、体重が42キロの、足のサイズが、23.5 か24のサイズになります。1万1000円の税込み。で、色がアイボリーとブラックがあります。このアイボリーっても結構白ですね。で、ブラックはこんな感じです。なんかこういう、なんて言うんだろう、靴も欲しくて、このヒールがいい感じにありながらもないみたいな、高すぎず低すぎないっていう感じの、こういう靴も欲しくて、リサ買いました。こういうね、もうまさにこれとこれを着て一緒に履きますよっていう感じの靴が欲しかったので、メリジェニーで、これも展示会で購入しました。まだ新品の匂いがします。これも履いたようなあの写真は、インスタの写真があるので、こんな感じで入ってます。はい、続き、ムルアの14,900円、ムルアのジャケットになります。これは秋って感じですね。なんて言うんだろう、デニムジャケットって言っても、後ろはなんかシャカシャカがついてていい感じのジャケットになるんですけど、で、これはミニ丈で、これ本当はなんかセットアップもあったんですよ。セットアップ下がこの色のマーメイドスカートみたいなロングスカートが全然あったんですけど、リサは上だけジャケットだけ購入しました。この茶色の色のこういう感じのジャケットは持ってなかったし、秋も使えると思うんですけど、これは春にも使えるかなと思って買いました。丈こんな感じで、カーディガンと同じぐらいの長さかなですね。で、もうちょっと寒くなってきたらこれを着たいかなって思います。ムルアでした。はい、続き、トリートいきます。はい、大好きトリート。こちらもカーディガンを買いました。ハートボタンカーディガン9,800円で、お色はブラックとピンクがあるんですけど、リサはピンクを買いました。名前もある通りボタンがハートになってて、こんな風にハートになっていて、カーディガンになりますね。9,800円になります。で、これはなんかマネキンはここ襟を出してつけてて、襟を出したらめっちゃ可愛くて甘々のコーデになっていて、それをやっぱりリサも同じように着たいなと思って、このピンク色の
カーディガンを買いました。ニットとかを下に着込んで、この上をカーディガンを着る、付け襟とかもあると思うんですけど、着たいなって思って買いました。やっぱりさ、ピンクが好きなので一番ピンクを買いましたなんかあまりにも黒と か茶色とか買いすぎて、色をやっぱ買っとこうと思ってピンクを買いました。はい、トリートでした。で、続きましてもトリート、こちら、じゃん。これはシャツなんですけど、ガーデンセレブクラシックブラウス、これは7000円になります。これは5分の丈で、五分丈なんですよ。だからもう完全に秋春の、ブラウスかなっては思うんですけど、夏だとちょっと暑いし、まあまあ夏でもいけるかってくらいだけど、感じの秋春って感じのブラウスですかね。でもこういう感じのブラウス欲しくて、トリートのバニキャミを持ってるんですけど、これ何回も着てるんですけど、夏でも着たんですけど、このバニキャミをなんか秋でも着たいなと思って、こういう感じで合わせて着たいなと思って、このシャツを買ったんですけど、こういうシャツ1個持ってるとおしゃれだし、このボタンがですね、やっぱなんかリサボタン好きなのかな、このボタンがなんかちょっと違うんですよ。いつも真珠みたいなボタンがついてて可愛いなって思って買いました。はい、7000円でございました。こちらもですね、こちらもですよ、なんていうんですか、パフみたいになってて、まあ、パフになっててここがチュッてなってれば結構リサは好みです。好みだよ君。はい、次、はい、テティ&コーのやつです。こちらのニット、これも5分より半袖よりかなってぐらいのニットになります。で、可愛くない？これなんか展示会の時に買ったんですけど、いろんな色があって、ちょっと紫色に惹かれちゃって、このラベンダー色にね。これなんか分かります？この上品な生地感っていうか、高い生地、もう高い生地ですこれなんか優しい生地で高い生地で、お花の柄が可愛くて一目惚れして買っちゃいました。はい、こんな感じでのラベンダー色になります。これはティティ&コーです。次、ピンクヘムフェザーキュロット、お値段が6589円の税込みです。で、ピンク、これブラックとね、いろんな色があった気がする。でもなんかピンクを買いました。まあね、ファー付き、さっきもなんかバニキャミがファー付いてたのに、このファー付きが好きで、このファーが付いてて可愛くて買いました。キュロットなのでスカートに見えるパンツみたいな感じですね。このパンツです。ね、可愛すぎないこれ。なんかね、スカートピンクだとなんか甘いかなと思ってたんですけど、なんか冬は黒色結構トップスで買っちゃったから、まあ、下にピンク持ってきても別に大丈夫かなと思ってピンクを買いました。次、はい、デジーのまゆさんのブランドの展示館に行ったんですけど、その時のニットになります。で、デジーの展示会で結構買ったんですけど、それがまだ10月上旬か中旬ぐらいに届くので、なんかその時になんか紹介しようと思ったんですけど、やっぱりなんかいっぱい紹介したい服があったので、先にこちらだけ紹介します。で、これまゆさん可愛いですって言ったら、あ、いいよいいよってなんかあげるよって言われてもらいましたはい、はい、リサが大好き、ここキュッキュッってなってて、フリフリってなってるんですけど、このデジーのニットになります。これももうちょっと寒くなってきたら、この厚手のなんて言うんだろう、ニットは着れるのかなと思って楽しみにしてます。ね、可愛いでしょ。ね、可愛い。早くデジーのセットアップとオレンジピンク色のトップスを買ったので、早くそれも紹介したいです。デジーです。はい、次はアンドラビットに行きます。アンドラビット、はい、これは一回インスタに投稿してるんですけど、生地がですね、このベロア生地になってるんですけど、半袖だからこそ、これこそ秋服って感じの服ですベロアとかなんか秋服ってなんか難しいと思うんですよ。秋って一瞬だし、すぐ冬来るし、寒いし、冬にね半袖とか着たらもう凍え死んじゃうよみたいな。秋服って買えないわって思うんですけど、夏服の延長版って考えて、この小物から冬仕様とか秋仕様に変えていったらいいと思うし、麦わら帽子からベレー帽だったりキャスケット
そのキャスケットもなんていうんだろう、普通の生地よりはベロア生地とかの浮遊感のある生地のものを選んでみたりとかで、靴とかだったらサンダル、ピンヒールからロングブーツ、ショート丈のブーツにしてみたりとか、頭の先っちょとか足の先っちょから変えてみるとかで、持ち物とかを変えてみるとかしたら秋感、浮遊感がなってくると思うし、もし生地までこだわってくるんだったら、このベロア生地のものを使ってみたり、この柄だったらまあチェックとかボーダーは結構夏でもいいと思うんですけど、コットン生地は夏っぽいじゃないですか。それに比べてレザー生地のものだったり、この生地とかだったりをなんか意識してみて選んでみたりすると、秋冬感にもなるかなって思います。はい、次もアンドラビットです。このピンク買いました。これは6727円のプラス税です。はい、こんな感じのショート丈のトップスになるんですけど、ここがまず首元が丸襟でも V ネックでもないスクエアになっていることがすごく、メイブさん、ストレートさん、ナチュラルさんってあると思うんですけど、なんか V ネックがダメ、丸襟がダメっていう人もいるんですけど、このスクエア型だったら結構誰でも、どのストレートさん、ナチュラルさん、ウェーブさんでも着れるような感じではないかと思ってます。スクエアはね、はい、こんな感じのトップスです。で、生地感がちょっと冬っぽい感じ、こんな感じですね。はい、かわいい。後ろがこの線が入ってるんですけど、見えるかな、いっぱい線入ってるよみたいな思っちゃったりして、この線があるんですよ。この線があることでなんかちょっと痩せて見えたりするんです。この線がね、見えるかな、こんな感じのトップスを買いました。アンドリピットです。はい、続きまして靴、最後になります。バブルスでロングブーツを買いました。レレレレレレレブル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 、ラリラリララララ。お値段は8690円の税込みです。で、バブルスって靴結構安くて、普通によく履いてた結構高めのヒールもバブルスなんですけど、このロングブーツの編み編みがずっと欲しくて、しかもあのヒール付きが欲しくて、こちらヒール付きになっております。ゴリモ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 リロングブーツになっております。このエピネのですね、ロングブーツもあったんですけど、ちょっとヒールがついてなくて、どうしようって思ったら、バブルスを見てたらあったので、これに決めたと思って買いました。これはまだちょっと今の時期は暑くて履けないんですけど、もう少し寒くなったらこのロングブーツしか履かないんじゃないかってぐらい履くので、多分インスタ見てたらこれがたくさん出てくると思います。これはで結構バブルス安くてなんか壊れちゃうっていう人も多いんですけど、まあ8960円だし安いしいいかなって思ってたくさん履きます。はい、ではこんな感じで今日は紹介してきました。これから10月上旬くらいにまた展示会で頼んだ服が届いてくると思うので、その時にまた随時秋冬の購入品紹介していくので、それも見てくれたら嬉しいです。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録、そしてコメントもしてくれたら嬉しいです。ではバイバーイ。